戦国時代、かつて日本は群雄割拠の騒乱の時代があった。その中で奥州に天下を伺う一大勢力があり、破竹の勢いで奥州を制し、六眼竜と恐れられた男、伊達政宗。そしてその政宗の幼少期から片時もそばを離れず、後に名参謀として釣り鐘のもと天下にその名を轟かせた男がいた。片倉小十郎、景綱。その小十郎を中心に関わる諸将が厳選よみがえる。宮城県白石市の観光大使、そして後任武将隊であるその軍勢の名は、白石戦国武将隊奥州片倉組。片倉組の若武将、石波小太郎。はっ。片倉小十郎、景綱様より命を受け、奥州の旗を、まだまだ弱小者だが、我が魂は踏みにしろ。天下になる日々、釣り鐘の皆様、何があろうと俺が守りと、さあかかってまいれ。景綱様には指一本触れずで、とっ、いいな、ばあ、我こそは片倉組一同志小太郎、ここに剣だ。夏の中心、白石ウレネレ様。おう。片倉様を奥州王にするため、一取り出し釣り上げ花と戦ってきた。朝鮮の駅では海の向こうに行って戦わんだが、そして日の本を二分したあの関ヶ原、その時はもう知っていた。そして現在によみがえり、あんな辛いチョコレートを食べさせられるとは思わなかったわ。我こそが伊達家臣、白石若狭の神宗忠なり。白石城城主、夏の戦時片倉小十郎景綱と。おう。そして坂田を攻めるのです。さすれば上杉は最上を攻めるでしょう。いや、伊達家は手出しをせず、その隙に秀吉に奪われた白石城を奪い返すのです。おー、こちらはおらんと。おー、いますな。顔ぶ
は我々が宮城県白石がどこかというのを紹介しましょうか。おう、まず、そのスクリーンをくださいって。あれ、ね、あれスクリーン、スクリーンを押してくれ。はい、ただいま。はい、はい、これだよ、こちらに。手書きじゃん。まあいいや。な、これが宮城県。こっちが大変だな。白石湖の端っこ。ここに場所の白石のこと。南の幼少ってわけ。なぜかっていうとな、拙者今日ここをパカ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 と七ヶ宿と書いてある。昔の宇宙街道とか。あ、これを走ってきた。ここに宇宙街道があって、ここに奥州街道がある。ここに上杉殿が、ここには相馬殿がなる。まあ、ここは会津です。一番嫌なところを与えられてしまったんじゃん。しゃば、まあ、要は南の要所だな。一番大事なところを与えられて。この白石城の初代城主が、これ。これ、この方、高倉景綱。この方が初代城主で、何年でしたっけ？城主では七ヶ宿と蔵王町と白石市、これをたった1万3000石しかもらえない。つらかったなつらかった、つらかった、つらかった。まあ、これは奥多摩さんがよくやってるのを私がパクったんだけどまあ、タイでもやったんで、みんな YouTube で聞いたことあるけど、家臣がこういう食うやつばっかりでの。いや、チョコレート美味しかったな。僕も。いや、もう辛いのも食べたんで。ちょっとこの。はいよ。おにこじょうまつ。おお、おにこじょうまつ。そうだな。おお、今年は白石市が市政60周年。来年は道明寺からちょうど400年。ということで、なんかやるのかな。多分やると思う。まあ、とにかく、10月の第1土曜日に決定すると思うが、おにこじろう祭りを行う。ぜひね、皆様また来てください。なんかいろいろ考えると思うんで、また。なんか考えるでしょう、おにこじろう家の皆さんが。ね、私は考える方で大丈夫。やる方ですね。たぶん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 。ね、ぜひ、鉄砲あり、忍者あり、そして、鹿が来る。今日は来ないけど、鹿が来るはずだった。なんか死んだみたいだろうな。いいやつなんだよな。生き生きなんだけどね。まあ、しょうがない。まあ、これはまた明日、まあ、その説明は明日しよう。そうですね、続きは明日しましょう。はい、もうそろ終わろうか。はい、いや、ちょっと待ってください。なんでございます。私は会に行った時にちょっとある策をしまして、ちょっとお客様を、お客様じゃないな、コラボしたいと思います。よろしくお願いいたします。なんじゃ、何かあるんですか。とりあえずこの、我々の演舞は、我々の演舞は終わり。今動いたじゃん、なんだけど。浜田で汗かいて待たせたかったんだけど。もうなし、解散しよう、解散。はい、やった。